理論物理学者の沢山です。ここではテイラー展開に関してちゃんと証明したいと思ってます。まずテイラー展開とは何かですけど、無限回微分できるあらゆる関数は多項式で、要するに多項式で表すことができるんです。サインやコサインも多項式で表すことができて、N 回微分可能なものは N 字で近似できるようになってます。主に物理学での近似で使うわけです。例えば、次のような近似があるんですけど、それを証明できるわけです。ここでは X が0に近いところの近似になってます。sinX が X が小さいところで X へと近似できたり、cosX が 1-2x2 乗と近似できたりします。こういう近似を、テイラー近似と言います。こういうのはなぜかというのは、がテイラー展開で証明されるわけです。で、テイラー展開の証明ですけども、はじめに中間値の定理の証明をして、その次に最大値の定理の証明をして、その次にロルの定理、平均値の定理、コーシーの平均値の定理、ロピタルの定理、テイラーの定理、そして最後にマクローリン展開の話をします。まず中間値の定理ですけども、まず、この AB という平間におけるの実数の平間における関数、実数から実数への関数 F を連続関数とします。そして FA が FB よりも小さいときに、その FA と FB の間に入っているラムダを満たす任意のラムダに対して FC イコールラムダとなるようなC というものは AB の区間の中に入っていることが、C を定めることができるという、これが中間値の定理なんですけども、これ連続関数なんで、これは図を書けば自明の定理なんです。そして次に最大値の定理ですけども、また AB という平間から実質への関数 F は AB 上で連続であると仮定します。この時、F は最大値、および最小値を通るということですね。ただし、M が F の最大値とは、次の1、2を満たすことを言うと書いてあります。任意の、X、それは AB の範囲の、変化の範囲に関して、すべての FX が、最大値 M よりも小さい。そして、FX0 イコール M となる、X0 が、AB の平間の中に存在するということです。これも図を書けば証明は自明です。で、ここからちょっと難しくなっていくんですけども、ロルの定理ですけども、また先ほどの関数 F は AB 上連続で、回区間 AB 上微分可能とします。でさらに、FA イコール FB ならば、ある C において、微分が0となる、C において微分が0となるところがあるということですね。この証明ですけども、F が定数ならば、任意の C において、微分0ですからいいんですよね。そうでないときには、F は AB 上で最大値か最大値を取る。これは最大値の定理からわかるわけです。その点を、この点を x イコール c0 とすれば、微分、c0 において微分が0になるところがあるわけです。あるわけです。で、これで証明終わりです。そして、平均値の定理ですけども、先ほどの関数が ab 乗連続で、ab 乗微分可能とします。この時、次を満たす c が少なくとも一つ存在する。こういうことなんですけども、要するに傾きが、ちょうど、FA と FB を結ぶ直線と同じような傾きを取るところが途中であるということなんですけども、この証明ですけれども、この HX というものを FX-BB-A 分のfb 引く fa かっこ x 引く a かっこ閉じると置くと、
まあこの H は AB 乗連続、AB 乗連続可能で、HA イコール HB イコール FA となっています。で、まあ、よって、ロールの定理より、H'C イコール0となる C が、まあ、AB 乗に存在するわけです。まあ、まあ、これから、まあ、このロールの定理、F'C イコール B-A 分の FB-FA を、まあ、意味しているわけです。まあ、これが、この、平均値の定理の証明です。で、公式の平均値の定理なんですけども、まあ、普通に、FX、FG ともに AB 乗連続、AB 乗微分可能とします。で、さらに AB 乗で FG の微分も0じゃなくて、GA も GB じゃない、ではないとします。まあ、この時、まあ、GB-GA 分の FB-FA イコール、G'C 分の F'C で、C は A と B の中に入っています。のような C が少なくとも存在するという定理です。それで、まあ、その、微分が0じゃないとか、GA が GB とではないっていうのは、まあ、発散しないために作ってありますけども、まあ、証明ですけども、このように FX を作ります。そして、ロールの定理を応用してみれば、やはりこれが正しいということがわかるようになってます。で、ロピタルの定理の証明ですけども、また、FX、FG は AB 乗連続、AB 乗微分可能とします。で、FA イコール FB、FA イコール GA イコール0であって、このリミットの X が A に近づく、要するにプラスの方から A に近づくときに、G'X 分の F'X イコール A が存在するならば、リミットの、まあ、X が A プラス0の時にの GA 分の FA も存在して、極限値は、まあ、α に等しいということですね。要するに、これなんですけども、まあ、証明なんですけども、まずこの X が A から B の間にあるとして、公式の平均値の定理より、まあ、GX 分の FX イコール、GX-GA 分の FX-FA になって、イコール G'C 分の F'C ということがわかるわけです。で、ここで C は A と X の間に入っています。で、ここでまあ、X を A プラス0とすれば、まあ C は A プラス0なわけです。で、よって、このように、ロピタルの定理が求まるわけです。で、ここでは、A にプラスから、要するに、右の方から近づ、リミットを取りましたけど、左の方から近づけて、A に近づけるってこともできます。まあ、マイナス0の時も何いたします。で、ロピタルの定理を使えば、X 分のサイン X が、X0 のリミットで1になることを、まあ、簡単に言うことができます。で、テイラーの定理ですけども、まあ、関数 FF が AB 乗で CN 級関数で AB 乗で F の N プラス1が定理できるときですね。要するに、N プラス1回の微分も可能ということですね。その時に、次のような FB イコール FA プラス1の階乗分の F'AB-A プラス点点点っていうのが成り立ちます。ただし、ここで最後の Rn というのは N プラス1の階乗分の F の N プラス1回微分の C の関数でb-a の n 乗と書けるわけです。で、まあ、これが非常に重要な定理なんですけども、
まあ、関数 kx を次の式で定義します。まあ、このように kx を定義するんですけども。で、すると、この kx は ab 上微分可能で、kb イコール0で、k'x が、まあ、マイナス n の階乗分の f の n プラス1の x、b 引く x の n 乗ということに、まあまあ、まあ、注意してください。で、ここで、さらに fx イコール kx 引く ka の b 引く a の n プラス1乗分のカッコ b 引く x カッコ閉じるの n プラス1乗と置けば fx も ab 乗微分可能で fa、fb イコール0が成り立っているわけです。よって、また、ルールの定義使いますけども、ある c、ab の範囲の中にある c において、f'c が0なわけです。で、ここで、0イコール f'c イコール k'c プラス、点々となっているもんなので、まあ、この、ここから、KA が最後の式のようになるわけです。で、これで証明は終了です。そして、マクローリン展開ですけども、要するに、関数が、まあ、ある関数が無限回微分できるときは、x イコール a の周りで関数を無限回に展開することができるわけです。さっきの近似の rn が使えないわけです。まあ、このように展開できます。これは A の周りの展開なんです。しかし、ここで X イコール0の周りで展開したものがマクローリン展開と呼ばれるもので、まあ、このようになっています。で、主要関数のマクローリン展開なんですけども、例えば、指数関数やサインやコサインは、まあ、このようになっています。あと、対数関数もこのようになっています。まあ、これが、まあ、主なマクローリン展開で、です。で、このようなことを物理で、近似のために使います。では、終わりです。